かつて青い空の下、色とりどりの花が咲く大きな森に、少し体の小さなケンという猿が住んでいました。ケンは仲間たちと遊ぶのが大好きでしたが、時々いじめにあったり悲しいことが起きることもありました。ある日、ケンは深い悩みを抱えて森の賢者フクロウの森を訪ねました。天国って場所がそんなに幸せなところなら、僕天国に行きたいなって思うんだ。森王はケンを優しく見つめながら話し始めました。ケン、天国はね、私も行ったことがないけれど、生きている間に感じた嬉しいことや楽しいことだけを持っていける別の場所だと思うんだ。そうなんだ。でも僕悲しいことが多くて。ケン、今からでもいいから嬉しい気持ちや楽しい気持ちを一つ一つ集めてみよう。ケンはその言葉に心を打たれ、翌日から少しずつ変わり始めました。日々の幸せを心に刻むようになりました。ある日、ケンは森尾に報告しました。もう天国に近づいてる気がする。君が望んだ天国はもしかしたらここにもあるのかもしれないね。これからも一つ一つの幸せを大切にしていくことを心に誓いましたとさ。